おはようございます。久々に雨が降っています。もうすぐ自動運転技術が多分出てくるでしょう。目的地をセットすれば運転手は何もしないで目的地まで運んでくれる、そんな時代が来るはずです。また今問題となる輸送問題、ここを一発解決できると考えています。自動運転が進むことでより暮らしが楽になる。自動運転もやはり燃料、軽油か電池か分かりませんが、はたまたハイブリッド、そんな時代になるでしょう。飛行機でもそれは言えると思います。ドローンが配送をする時代へと変わりつつある現代、空港から空港へ飛ぶ技術は出てくると考えられます。戦闘機も無人で飛び立ち、任務を終えて帰還する、もうこの技術ができていますし、はたまた、ヘリコプターで近くは空輸する、そんな時代も来るかもしれません。どんどん無人化し、人は外に出なくなる、そういう時代がやってくると考えられます。人がいらない仕事は、どんどん増えてくるでしょう。キャッシュレスの波は銀行などやはり銀行もちょっと大変かなと考えます。これからはやはりどんどん融資で利益を得るしかなくなってくるでしょう。ATM の手数料なども減ってくるでしょうし、それだけで大きな利益が損なわれます。もっと言うなら、ほとんどの通貨間の手数料などがなくなってくる可能性もあります。今現在、仮想通貨が登場し、
陶器へと変わろうとしています。為替などと同じ扱いです。日本はこの為替世界はどこまで技術が革新していくのでしょうか。なんというか、技術でいうと憧れるのがやはりロボットガンダムになりますよね。ガンダムもザクに至る前にやはり戦車みたいなものが主流になっていました。そこに二足歩行のロボットが登場し、宇宙で一番強い小型兵器となり得ます。シャア専用ザクなどはやはりザク、一般的なザクより3倍増しのスピード、パワー、性能を誇っています。そんなザク2が現れる日も近いかもしれません。国家間の対立や紛争では戦闘機などやはりある装備品で戦闘するのは当然でしょう。ですが対テロとなると何を使ってくるか見当もつきません。最新鋭のドローンを使う可能性だってあるし、そんなレーダーにも映らないような小さなものもまた防衛の対象となってくるでしょう。本来防衛の範囲内を大きく広げている状況が現在世界今までよりももっともっと防衛する部分が増えてくる、そう感じています。最近やはり考えるんですが、自分のこのチャンネルもどういう運営にしようかなと考えています。今まで通りではなく、もうちょっと違った方向へ向かおうか、そうですね、やっぱり
大きく時代が変わってきているので、その時代に合わせて作っていくことにします。大勢の方が見やすいチャンネルに仕上げることを前提として進めていきます。今後ともよろしくお願いします。もう少し時間がかかりますが、ぜひ期待しておいてください。それでは。おはようございます。久々に雨が降っています。もうすぐ自動運転技術が多分出てくるでしょう。目的地をセットすれば運転手は何もしないで目的地まで運んでくれる、そんな時代が来るはずです。また今問題となる輸送問題、ここを一発解決できると考えています。自動運転が進むことでより暮らしが楽になる。自動運転もやはり燃料、軽油か